第二次マッサワの戦いは1990年に起きた、当時のエチオピア北部にあたるエリトリア州、公海沿岸部の港湾都市、マッサワ周辺で行われた戦闘であり、別名フェンキル作戦、フェンキル構成とも呼ばれる。これは、エリトリア人民解放戦線が陸海両面から、エチオピア軍に対して行った攻撃である。1990年2月8日、イップルフは、 エチオピア軍の守備隊が駐留するアスマラニからマッサワに至る補給路を遮断した。この突然の攻撃はエチオピア軍の機能を麻痺させ、翌9日午後、イップルフがマッサワ近郊に展開するまでエチオピア軍は全く対応することができなかった。構成開始から3日目の2月10日、エリトリア側部隊はマッサワ近郊の海軍基地を占領した。この時点で、 マッサワ付近でのエチオピア軍の残存占領地域は当初部のみであった。作戦後の構成にはイプルフによって結成されたばかりの海軍が活用された。この部隊は多くの部分が小型の小海艇によって構成されており攻撃中に海側から支援を行った。この支援射撃によってイプルフ側の装甲車両を含む下記が大陸側から当初に持ち込まれた。 イップルフによる最初の装甲車両はエチオピア軍守備隊によって撃破されたが結局当初はイップルフによって支配するところとなりエチオピア軍は銀田に撤退した。マッサワ疾患後エチオピア軍はマッサワ市街地に対して空爆を繰り返し多くの非戦闘員と共に銀田に撤退したエチオピア軍を追撃するエリトリア側戦闘部隊に打撃を与えた。 この空爆ではナパーム弾及びクラスター爆弾が使用されている。ありがとうございます。